こんにちは、木下ゆうかです。最近まとめサイト見てたんですよ。いや、毎日見てるんですけどね、まあ、なんせね、まとめサイトはネットだから人との触れ合いがなくても私に情報を与えてくれますからね。本日もご視聴ありがとうございました。私のことがかわいそうだと思った人はグッドボタン、私のことがかわいそうだと思ってない人もグッド。今まとめサイトを見てたんですよ。そしたら有名な理想のおにぎり画像のおにぎりを作るよっていうまとめが立ってたんですよ。でそれを見たら私もめっちゃ美味しそうと思って、作ってみたい、これは作ろうと思って作ってみることにします。それがおにぎりとウインナーと卵焼きの画像だったんです。今日はそれを作ってみたいと思います。まずはウインナーです。アルトバイエルンを豪勢に6袋用意しました。理想のねウインナーを作りたいんでね、豪勢にいきましょう。切れ目を入れていきます。私料理ね結構好きなんですよ。まあ簡単なものしか作らないんですけど、作ってる時は好きな人に食べてもらえるっていうのを想像しながら作るんですよね。まあ食べるのは私なんですけどね。切れ目が全部入りました。ひとまずこれは置いときます。次は卵焼きを作ります。卵を5個使った卵焼きを2つ作ります。実はね、卵焼き作るのめっちゃ久しぶりなんですよ。うまく巻けるといいですけどね。ちなみに今日使う卵焼き用のフライパンも今日買ったばっかりのやつ。小皿にお水を、まあ、大さじこれ2杯ぐらいかな、入れます。だしの素を小さじ1杯ぐらい溶いておきます。お砂糖も大さじ1杯加えます。お塩はお好みで、後で味が足りなかったら足す感じです。混ぜます。これをさっきの卵に足します。で混ぜます。混ぜ具合は自由でいいんですけど、私は軽く混ぜます。卵焼きを焼きます。油を少し引きます。卵を入れます。白身からちょっと火強くしよう。半焼けになったら巻いていきます。油を少し足します。そして入れます。焼いた卵の下にも卵液を入れます。巻いていきます。1つできました。今日はこれを2つ作ります。次はウインナーを炒めます。ちょっと多いので2回に分けていきます。塩コショウですね。はい、まあこんなもんですね。ご飯4合ぐらいあります。おにぎりに自分がつけたいぐらいの味の塩をつけます。混ぜます。おにぎりを握るラップを用意します。作りたい分のご飯をのせます。どんぐらいかな。具は梅がいいので梅を入れます。握っていきます。やばい、めっちゃ大きかった。はい、握れました。残りのご飯も作っていきます。できました。ちょっと一つだけ規格外に大きかったですね。じゃあラップを剥いで海苔を貼ります。はい、できました。あ、なんかこの海苔にはちょうどいいですね、このおにぎりのサイズ。卵焼きを切ります。このヘタは味見用ですね。うん、ちょうどいい味です。いい感じに真ん中に白身が来てますね。今日はわざと分けたんですよ。こっちもいい感じに真ん中に白身が来てます。さっきのウインナーを盛ります。じゃん、完成です。これが理想のおにぎり画像です。こんな感じに仕上がりました。じゃん、できました。おにぎりがあって、ウインナー焼いたのがあって、お味噌汁も用意しました。やっぱりおにぎりからですね。一番大きいおにぎりから食べます。いただきます。うん、いいですね、おにぎり。遠足みたいな気持ちになりますね。塩加減もちょうど良かったです。海苔はね、味がついた味のりです。卵焼きです。味は濃くて美味しいです。ちゃんと綺麗に中に白身が来て綺麗に焼けたと思います。で次は絶対美味しいウインナー、なぜならアルトバイエルンだから。うん、美味しい。
出てきました。美味しいです。おにぎりがたくさんあるとワクワクするのは私だけでしょうかね。なんか私おにぎりがめっちゃいっぱいあると嬉しくなってくるんですよね。やっぱりウインナーと卵焼きっていうのはおにぎりにすごく合う。そしてめっちゃお茶が合いますね。おにぎりをもう一個作ればよかったですね。ちょっとおかずが多い。いや、いいんですけどね。ご飯がもう一杯食べられたなと思って。おにぎり最後の一口です。うん、完食です。完食です。やっぱりおにぎりは幸せな気持ちになりますね。ウインナー卵焼きがねめっちゃ大量になってすごく豪勢でした。なんかこういうのってさ、たまにお腹いっぱい食べたくなりますよね。ね。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。